今日はこちらの「MOMAPS1Ahistory、えっと」モマ PS A という2019年の10月末に MOMA から出た本を取り上げます。それで MOMAPS1 っていうのはあの、まあ、ニューヨークでニューヨークのコンテンポラリーアートのシーンにおいて最も重要なあの場所です。 あであの現在の MOMA の別館のコンテンポラリーアート部門としてあの今現在機能しているんですけれどまず所在はどこにあるのかっていうとあのマンハッタンの対,対岸のイーストリバーを越えてあのクイーンズっていうところのロングアイランドシティっていう場所があるんですけれどそこにあのロケーションがあります。 それでですねその,ーーの「うまあ PS1」の、えっと、1971年にアラーナ・ハイスっていう女性の方があの創設者で初代ディレクターなんですけれどその方の,あのがあの始めてから1970年代80年代90年代0年代そして2010年代ということであのディケイドで分けてあの各賞を 構成しててでそれぞれのあのー、PS1 でのアラーナハイスとともにあのクラウス・ビーゼンバッハというあのー、方がいるんですけどそういうそのキュレーターの方とかあとモマのあのー、キュレーターの方えっとグレンディ・ローリーという方もあのー。 とかあのいろんなあの、えっと、キュレーターの方 PS1 に関わったキュレーターの方たちがあの時どうだったよねとかあの年代を振り返りながらあの印象に残った展示であったりアーティストとの,あの関わりのエピソードであったりっていうことをあのそれぞれの社会的状況に応じながらあのどういうふうに対処してたかというのをすごい詳細に あのー、そうですねもう,もう写真も満載だし、あのー、すごいです、あのー、すごくいあの詳しく当時のことからそして現在に至るまでそしてこれからどうしていくかっていうことに関して、あのー、すごく詳細にまとめられたいい本ですで今日はこれに関して話すんですけれど現在はあのー PS1 としてあの機能してるんですけれどそれまでの,あの,あの歴史を1970年代からの歴史をちょっとざっくり言うと、まあ、1971年にアラーナ・ハイスさんが Institute for Art and Urban Resources っていうところで立ち上げてで1976年に p s 1ンコンテンポラリーアートセンターという名前になって2000年にもまと合併します。 そして10年10年後にとして解明しててます次に、えー、っときゅうあのディレクターというか PS1 の,その, PS のディレク歴代のディレクターをざっくりですけれどお話,あのあの話すと。 まず1971年からアラーナ・ハイスさんという方がずっとあのディレクターあの初,初代からずっとディレクターをやってましたでアラーナ・ハイスさんが2008年にえっとリタイアしますその後2019年にえっとクラウス・ビーゼンバッハという 1967年生まれの1970年西ドイツ生まれの、あのー、方でベルリンとベルリンビエンナーレのクルストベルケ現代美術研究所の創立者なんですけれどこの方が、えっと、2009年から、あのー、ディレクターにを引き継いでます。 二千十八年に彼女あちゃああのそして2018年に彼はあのロサンゼルスにあるモーカ・ミュージアム・オブ・コンテンポラリー・アートにあのう行くのであの翌年の2019年のジ来からケイト・ファウルっていう方があの今の現在の,あの新しいディレクターになってます。 それでですねあの、ケイト・ファウルさんに関してはすごく、まあ、あのちょっと今の現行のキュレーターなのであの詳しくお話ししたいんですけどちょっとかいつまでお話しするとイギリス生まれなんですけれどあのこのモマ PS1 PS のディレクターになる前に2013年から2019年まで ガレージミュージアム・オブ・コンテンポラリー・アートっていうあのです、ね、ロシアにあるあ違うモスクワですねモスクワにあるあのあのミュージアムガレージミュージアムというところで、えっと、イノーギュラルチーフ・キュレーターっていう名目であの入ってます。かつ I っていうあのイン えっとね、インディペンデント・キュレーター・インターナショナルっていうのがニューヨークにあるんですけどその2つをかあの2013年から19年まで掛け持ちしててそれからあの2019年の 6,、えっと、6月に PS1 の, PS の MOMAPS1 の新しいダイディレクターとして就任してます。まあ、でアルバー アルバアルフレッドバーを初代館長を話したように、こん今回もあの ps1 の初代ディレクターのあーとアラーナハイスという方のについてちょっと話します。それで彼女はですね。あの1970年にニューヨークに戻ってくるんですけど、その2年前にあのブリジットライリーというイギリスのあの作家ですねと。 あのピーター・セドゥグレという方とあの設立したスペースっていうところで働いてたんですよ。でスペースあのは単純にあの使われていなかったあのウェアハウス倉庫をアーティスト・ストディオにリノベするっていうあのプロジェクトだったんですよ。で これを2年前に1968年に経験してて1970年にニューヨークに戻ってきた時にこういうあの使われなくなった場所をあのアーティストのためにあののアトリエに開放しようっていうことをニューヨークでやろうと思ってそういうコンセプトでまず動き始めてるっていうことです。そそれででああののうですねうんと最初はだからあのミュニシパル アートソサイエティっていうものであのワークスペースプログラムっていうのを設立して、まあ、単純に使われてなくなったスペースをあのアーティストに提供するためにあの働いてましたでアーミニシパルアートソサイエティを辞めてインスティテュートフォーアートアーバンリソー n r e っていう IAUR っていうものを1972年に設立して で108レオナルド・ストリートあーの,あのアッパーモーストフロアっていうところにクロックタワーっていう今は命,令あのもう命名されてるんですけれどそこと賃貸契約を結んでもうごめんなさいもうもうこんなのわかんないよねまあでもあのフォーリースクエア界隈のダウンタウンにある、あのー、その場所ち、あのー、空,空いてる空間てる でで賃貸契約を結んだんだすよでこのクロックタワーっていうのはあのもしかしたらあの国立金備であのゴードン・マタ・クラークの展示を見られた方はあのビデオで中盤以降でちょっとビデオであのなんか時計台みたいなところにあのなんだっけあのゴードン・マタ・クラークがなんかがってきて。 なってっていうのをちょっと覚えてるかもしれないですあれなんですよあれがクロックタワーですそれでですねあのそれパフォーマンスにフォーカスした活動をのためにアイデアウェアハウスっていうものを作ったりあとはえっとコンデムネーションブライトスコあだからまああとは彫刻家のためのあのワークショップを作ったりそしてあの1968 1963年にあの廃校になった場所があの市のオークションに出たんですよ、1963年に。で、それをあの1976年4月22日に、そことそ,こその場所をちあの賃貸契約を結んであの、アーティストのために開放するということをやってます。ものすごく早い,早いスピードであの いろいろ行ってるんですけれどそれでですねもうまあ ps 1はあっとあれですねそのえっとでそこが拠点になってるんですよそのはあの廃校になったスクールがまあ窓とかも当時ボロボロでなんかもうえっと ひどい状況だったんですけど、そこを拠点にして、それが今の P S ワンの今も拠点になってます。